今年10月、桜井市内の用水路に転落し、身動きが取れなくなった人を救助したとして、今日地元の小学生に警察から感謝状が贈られました。人命救助に貢献したのは、桜井市立桜井小学校の5年生、栗山雅樹さんと森田空さんです。 今日は学校の校長室で桜井警察署の中上公平署長からそれぞれに感謝状が手渡されました。2人は10月26日の昼頃、イベントに向かう途中、用水路付近でうめき声を聞き、近づいたところ、当時88歳の男性が仰向けに倒れているのを発見しました。急いで通行人に助けを求め、男性はその後、救急隊に救助されたということです。